はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日ですね、2023年の撮影始めということで、いや始めなんだけど、ちょっと今日はね汗かきそうなメニューなんで、髪セットせずにですねタオルを巻いて食べていこうと思うんですけれども、本日ですね、僕が撮影始めに訪れたお店がこちら、僕のね後ろに見えております手打ちうどん庄司さんにお邪魔しております。こちらのね庄司さんは大食いをね見ている方であれば、まあほぼほぼ全員が知っているような有名店でして、超極太のねうどんを提供されている、もちろんねデカ盛りなんかも対応しているお店さんなんですが、こちらのお店はですね、夏場にはすったてという埼玉発祥のねご当地うどんを提供しているとともに、冬場では煮込みうどんを提供してるんですよ。ちょっとね僕の動画の方ではまだこちらの庄司さんの煮込みうどんを食べたことがないので、本日はそちらの煮込みうどん、しかもチャレンジメニューになってるらしいので、うわー、ちょっと年始だからね全力ってよりか楽しみたいところではあるんだけど、量が半端じゃないみたいなので、頑張ってかつ味もねしっかりと楽しみながら撮影をしていきたいと思います。ということで、ただいまですね庄司さんの店内に入っておりまして、今回ね挑むチャレンジメニューの内容なんですけど、土鍋の煮込みうどん、総重量が具材のみで4キロで、汁込みになるとだいたい約5キロぐらいになるらしいんですけれども、制限時間が40分ということで、今回ですねその煮込みうどんの調理風景なんかもちょっと撮っていいと許可をいただいておりますので、今ね作っていただいている風景撮っていきましょう。失礼します、お邪魔します。これ今回の麺ですね。はい、3キロあります。麺だけで3キロ、めちゃくちゃありますね。これ当たりです。ほじくって当ててください。あー、それいいですね。耳、この土鍋で入るわけですね。ちょっと画面越し伝わるかな、あのねサイズがやばいんですよね。これ庄司さんだと煮込み何月から何月までやってるんでしたっけ。このご汁は11月から、はい、11月から、3月まで、はい、普通の味噌煮込みうどんは1年通してやってるので、はい、あ、なるほどなるほど。全然分かってなくて煮込み煮込みって言ったんですけど、皆さんご汁です。今回いただくのはご汁です。ベースの汁めちゃくちゃ濃いんですね、色。うまそう。あ、ありがとうございます。多いな、多いな。これはあれですよね、先日エビマヨちゃんとか、はい、山本さんが食べてたやつと同じ。マックさんも食べてるし。あ、これマックさんも食ってるんですね。つまり大食いで食ってないのほぼ僕だけみたいなことですね。ですね。めっちゃ、これなんすか。これがすりつぶした大豆になりますね。あ、これ大豆なんですね。それのことをごって言うんです。これ、つきたてのお餅。お餅、あ、お正月なんで今年餅食ってないんですよ。まあ、よかった。初餅です。じゃあちょっと完成まで僕も待ってます。はい、もう完成しますんで。うまそう。これメニュークルっぽいですけど、ちょっとこ、あー、なるほどね。これ人でこう対比してみるとやばいですね、サイズ。いいですか。ありがとうございます。熱いんで気をつけてください。うーわす。はい、頑張ってください。これ、あのグツグツやばいですね。熱いですよ。うわー、これすごいね。もうね見てわかる通りこの温度なんで、ちょっとやけどしないようにあんまり急がずに食べてこうと思うんだけど、やばいな。ということで、ただいまねメニュー到着いたしました。この大豆が乗ったうどんということで、これはね、チャレンジではないんです。ただ、煮込みのねチャレンジもございますので、チャレンジ形式的にね、本日は楽しませていただこうと思います。そしたら制限時間こんな感じでございますね。あ、ちょっといただきます。はい、はい、です。それでは本日のチャレンジ開始させていただきたいと思います。3、2、1と、はい、はい、よし、いただきます。まあ、まずは取り移さずに食いたいんだけど、いや、うまそうだな、これ。ちょっと語を合えずに麺だけいきたいところですが、おいしょ、熱っ。あ、うまっ、うまいわ、うまいわ。やっぱこれね、庄司さんのうどんってもともとねコシがすっごい強いので、煮込みにしてもね全然コシが逃げてないの、しっかりあるんだけど、しっ
回でこの麺にもさ、このスープが浸ってる感じですよ。最高にうまいね。うまいけど、これ厚さやばいな。制限時間内大丈夫かなこれ。いや、そしたらこの辺りでこのさ、ごすりつぶした大豆も合わせてこのうどん食べてみましょう。うまそう。いやこれはうまそうだな。うん、うまっ、うまっ。これ風にちょっとみんな食べてほしいね。3月まで限定だっていうから。汁はねもすごいと思うんで、先にねこういううどん取り分けますわ。ちょっと見えますこれ。うわうまそう。もう食べててもね、この映像を見るだけでうまそうって思うもんね、味知ってるのに。あーでもうめえ、うめえ。うまいんだけど、取り分けてもなおね、これ全然冷めない。これおそらくだけど、チャレンジ終了後の40分経ったとしても多分ね、全然冷めないと思うわ。ちょっとこの辺りで、先ほど言ってたね、今年初の僕の餅、揚げ餅ですね、これにいただこうと思います。うわ、つけたら超熱そう。これやばいわ。ちょっといただきます。あーうまっ。庄司さんはね、この通常の営業とかでもいろいろね、手の込んだ仕込みのね、時間のかかるトッピングなんかも豊富なんだけど、もうね、餅とかね、シンプルだけどやっぱうまいわ。以前つけうどんとかでも食べたけど、これぜひねトッピングすることをおすすめします。あ、ちょっと待って、出ました。うどん好きにはたまらない、これ耳でございますね。これ手切りなので、うどんが切る際に出るこの端っこのちょっと分厚い麺なんですけど、これがねまた美味しいんですよ。うまっ。皆さんね、これ庄司さんでうどん頼む時にも入ってる場合があるんで、耳がね入ってる場合は当たりです。ぜひちょっと探してみてください。ちょっと今食べ進めて思ったけど、このさ、ごを溶かしていくと、これ最初はこれつけ汁がさ、もうスープ、しっかりスープだったのよ。でもね、もうこれ全部が具材になりました。すげえあっち、すげえあっち。うまあの、体にはさ、良くないことは分かってるんだけど、このカンカンに熱い食べ物を食べた後の氷の入ったキンキンに冷えた水が最高にうまいわ。ちょっと新年一発目からこのチャレンジは幸せすぎるね。
今開始15分ほど経つかなってところではございますけど、だいたいね麺がもう3分の2いくかいかないかぐらいかな。だいぶ減ってまいりましたね。でもそんだけうどん食べてるけど、やっぱりねこの5の部分とか C の部分も多いんで、ほぼねこの開始のここからここで半分いってないぐらいですね、まだちょっと時間的にも急がないとやばいかも。ということで今ですねこんな感じ。残りが今ね、3つのお椀に麺、分けまして、それを食べ終えたらほぼほぼ、麺は終了っていうぐらいでございますね。これあの底の温度でちょっと焦げが入った麺も香ばしくてまたうまいですね。うまいっすよね。でまたあのちょっとこの煮込みの味にちょっとこのビターな感じが加わって、なんか大人の煮込みうどんっていうか、いやちょっとねもう本当にあのごめんねごめん、でも自分でもふと気づいたわ、チャレンジっぽくなくなってる。あのごめんコメントで怒んないでほしいんだけど、本当にこれみんなに食ってほしいわ。最初から最後にかけて全然ね味変してないんだけど、火の入ったこのね香ばしい麺がまたね味わい変わってうまいんすよ。これで今あらかたほぼほぼ麺は完全に完食したかな。残るはまあ具材、スープというかもうほぼ具材だね。よし、まあいいわ今日はもうどうでもいいわ、ゆっくり食べるわ。もういいですチャレンジとかゆっくり食べたいですね。年始の一発目の撮影がなんか苦しいから無理とかじゃなくて、なんか美味しく食べ過ぎて無理だったっていう一番いい結果でちょっと嬉しいですねでも本当にこうやってゆっくり食べても本当に最後まで熱々に美味しくいただけるんで、本当ちょっとぜひ皆様もねこの3月までだから、ちょっと冬場にねぜひこれ1回5のうどんね食べてください。ちょっとね、まあ、今回はね一応チャレンジとしては出したんだけど、紹介する感じメインでね、まあ、皆さんも食べたいなと思ってくださったら一番いいかなと思います。庄司さんはねあの冷たいつけうどん系だけじゃないので、この、ね、あったかいうどん楽しんでください。でこちらのね庄司さんなんですけれども、もちろんこちらの本店のみではなくて、まあ、いろんなね県、いろんな店舗がね、多数グループ会社として、ありますので、そちらをホームページの方からね確認してもらって、埼玉の方に住んでないって方はお近くにねもしかしたらグループ会社さんもあるかもしれませんので、そちらでうどん食べていただきたいのと、庄司さんの今店舗やられてるお二人、お兄さんと弟さんと TikTok やインスタですね、 SNS 系なんかも最近は力入れてね頑張ってるみたいなので、ぜひねそちらも合わせて、見ていただければと思います。本日はねこの辺りで終了して、僕はゆっくり食べさせていただきたいと思います。それではちょっとこの動画がね公開する頃にはもう2月にはなってると思うんですけれども、皆様も、本年も良いお年を過ごしてください。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあねごちそうさまでした。偉いですよね全然ちょっとゆっくり食べますということで本日も新年一発目の撮影動画ご視聴いただきありがとうございました。この辺りで米編コーナーやっていきたいと思います。まず一つ目のコメントはこちら。前回のね裏武蔵屋さんの動画を見てお店に行きましたというコメントなんですけれども、こういうのね本当に嬉しいです。やっぱりね知ってもらいたい、行ってもらいたいっていう気持ちで動画活動をしているので、こういったねご報告めちゃくちゃ嬉しいです。ぜひね皆様も動画見てお店行ったよって際にはですね、まあ、コメント欄で教えていただけると僕がめちゃくちゃ喜びます。そしたら続いて2つ目のコメント。
これね、前から動画内でもそうだし、ツイッター上でもそうなんだけれども、浦武蔵屋さんでね、この辛い系の家系ラーメンがあるみたいで、これ食わないと後悔するよと。僕もね、まだ食べたことないんで、めちゃくちゃ気になって調べたところ、やばいです。ものすごくお腹空きました。今度ね、またこれ食べて報告する動画もね、あげたいと思います。そしたら本日3つ目のコメント、こうやってね言っていただけるとやっぱ嬉しいですね。もう嬉しい2回続きなんですけど、ぜひね、本当に未だにやっぱりこう家系食べたことないとか、まあ、苦手な方もね、もちろんいらっしゃると思うんだけど、そういうコメントいただくので、ぜひね、この機会にいろんな家系行ってみて、美味しいラーメン食べてみてください。自分のね、好みの家系が見つかると最高に人生が幸せになるので、ぜひね、皆様も最高の家系ライフお過ごしください。そしたら本日最後のコメント、本日もおすすめありがとうございます。こちら調べてみたら、上方レインボーさん、めちゃくちゃうまそうですね。ミシュランにも掲載されているそうで、もうね、美味しそうなラーメンからカレーからメニューがありましたんで、僕も大阪行く際にはチェックして行かせていただきたいと思います。また今後もですね、いろんなご意見だったりとか、おすすめのお店どんどんお待ちしておりますので、コメントじゃんじゃん書いちゃってください。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあね。